アダルトビデオニュースは、アダルトビデオ産業を扱うアメリカが主衆国の業界紙。ニューヨークタイムズはこの雑誌について、ポルノ映画界におけるビルボードに相当するものであると特筆している。アダルト業界のための商用を目的とした大会を、ネバダ州のラスベガスにて毎年に渡たり催している。成人向け業界の映画及びビデオのニュースの評価を行っている。 その観光物は500以上の映画批評を携えている。アダルトビデオコ売業者をターゲットとした広告が、その紙面の8割前後を占める。アベンの歴史は、ポール・フィッシュ・バイン、アーブ、スリフ・キン、バリー・ローゼンブラッドという人物らにより、ペンシルベニア州のフィラデルフィアに設立されたことに、始まった。スリフ・キンは、映画からビデオへの業界の移行に伴い、 成人映画を批評することに興味がなくなったため、1984年に知り添いた。ローゼンブラッドとフィッシュバインは1987年に不和となった。結局、フィッシュバインは雑誌社をサンフェルナンドバレーに移転した。アダルトエンターテインメントエキスポという大会を例年にわたり催している。舞台となるのはネバダ州のラスベガスで、日時は毎年1月。 米国最大のポルノ業界の催し者である。2007年、アベンアワードセレモニーアベンはオスカーに倣って創始した、アベンアワードというアダルト業界のための受賞式典を主催している。この賞は、新人女優賞をはじめ100以上の部門を有しており、その式典には、毎年数千に及ぶ人間が出席している。あるスポーツコラムニストは、この賞について、ナショナルスペーリングビーや、 ウェストメンスター・ケンネル・クラブ・ドッグ・ショーと並ぶ、密かに最も魅惑的なテレビ番組であるとの表を示した。一方である、性関連の著作家は、同じ会社と同じ面々が、毎年毎年かつ巨大な慣れ合い大会との国評を行っている。ゲイポルノ業界における仕事を称えるための、ゲイン n アワードというショーを主催してもいる。 ベイポルノの賞は1988年から10年間にわたってアベンアワードの一部門であるに過ぎなかったものの、1999年をもって独立する運びとなった。ありがとうございます。